さあ、それではアンダーテイルやっていきたいと思います。こっちは賢者のルートですね。このパズルを解けば終わりは開かれるだろう。オッケー、このパズル解いてみせよう。2発。パーンってパーンだ。オッケー、コングラチュレーション。終わり目への道開けますか。これでなんかあるよ。ゴミ箱にグラマーバーカーが捨ててある。どうする、拾っとこ。持てない。じゃあ、あれだ、しまっとけばいいんだ。この異次元ボックス B じゃない、異次元ボックス A の方にビチャビチャしまっといて、拾って。 OK、 肩の力を抜いて軽食でもいかが。ありがとう。だからなんでゴミ箱に入ってんだろう。北の間を抜けば終わりは開かれるだろう。ああ、確かに終わりが見えてきそう。これ戦士の道かえ。さまよい続けるがよい。東へ、そこが終わりだ。我は戦えぬ、我は思案もできぬ。だが耐え忍び待つことができれば道は開かれるだろう。マイコマイコ、なんかあるよ。ゴミ箱の中に 100G 入ってる、拾っとこ。 100G 手に入れた、やったぜ。めっちゃ迷子。おう、どうせだから戦士のまま行ってみたいんだけど。よいしょ。あー、東、こっちは、あー、戦闘会。ランシーが20、なんかお前知ってる、お前知ってる。一回分析してからかえ、どっちかを判断しないといけない。もうね、からかったけど、からかった、それでよい。よいしょ、よいしょ。Hey, you win. 50ゴールドゲットだぜ。ここでね、やっとハードモードの連中が現れるくらいだからね。ついにこの入り口の奥に王の城へと続くエレベーターがあるはずだ。決意がみなぎった。あー、プラチナトロフィー取れちゃったね。まだクリア全然してないんだけど。このエレベーターは、あ、ここに行くのね。はい、よし、それじゃあ行こう。やっと来てくれたね、子猫ちゃん。ついに君と僕との決戦の時だ。暴走したロボットを停止させるって。君は大きな勘違いをしているよ。故障、プログラムの修正、笑わせないでよ。全ては大掛かりなお芝居さ。そう、やらせだよ。君は初めからアルフィーに騙されていたんだ。彼女は画面越しに君を見守るうちに情が移ってしまって、君の冒険に加わりたいと強く願うようになった。そこで君の物語に自分を登場させることにしたのさ。パズルを起動したのも、エレベーターを止めたのも、僕に君の邪魔をさせたのも、全部アルフィーだよ。ありもしない危険から君を救い出すためにね。そうすれば彼女、君は彼女を立派な人だと思うだろう。実際は違うのにさ。そして間もなく彼女の最大の見せ場が訪れる。今アルフィーはこの部屋の外で待機してるよ。バトルが始まったら途中で割り込んできて、僕を停止させるふりをするつもりだ。ピンチに瀕した君を助けるためにね。これで晴れてアルフィーは君の冒険のヒロインになる。君は彼女に感謝するあまり、帰らないでという願いすら聞き入れてしまう。かどうかは見てのお楽しみかな。とにかく僕はもうこの茶番に付き合わされるのはごめんだ。僕には人間を傷つけようなんて気持ちはけほどもないのさ。僕はみんなを楽しませたいだけだ。観客に最高のショーを披露するのがエンターテイナーの務めだ。そのためにはどんでん返しが欠かせないよね。あれ、どうなってるの。ドアが勝手にロックされちゃった。皆さん、残念ですがこの番組は本日で終了します。でも最高に盛り上がる最終回スペシャルをご用意しましたよ。あー、高い。ストーリーもアクションもバイオレンスも全てがリアル。新番組
進撃のキラーロボットをお楽しみください。メタトンが襲ってきた。分析。やっぱり金属製のロボット、攻撃しても効果はない。そう、コアのレイアウトを変えたのは僕さ。モンスターたちに君を襲わせたのもね。でもちょっと爪が甘かったな。その100倍いい方法があったよ。僕が自分で君を殺すのさ。あ、効かねえ。そんなピストルでいくら撃っても無駄だよ。このコアステージ、つまり全ては僕のものさ。ひっくり返ってみようか。このままだと間違いなくひっくり返って死ぬことになるだろう。その戦いぶりを見る限り君は弱すぎるね。この先へ進めばアズゴアに魂を取られるよ。その魂でアズゴアは人間を滅ぼす。危ない危ない。メタトンだ。でも僕が君の魂をいただけばそうはならない。人間も滅びの運命から救えるよ。危ねえ。あいてだ。結構もらった、結構もらっちゃった。まずいまずい。ビチャ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 チャージ。君の魂を使って僕はバリアの外へ出る。そしてついに夢を叶えるのさ。何百人、何千人、いや何万人もの人間が僕のファンになる。痛かった。メタトンだ。華やかなスター生活が手に入るんだ。そのために何人殺すことになってもそれがショービズという世界のものさ。世界なのさ。何？中に何が起きてるのか分かんないけど諦めちゃダメだよ。いざとなったら最後の手段もあるし。実はね、まだ開発中の機能だから笑わないでね。メタトンっていつも前を向いてるでしょ。それは背中にスイッチがあるからなの。 だから後ろを向かせてそのスイッチを押せば、そしたらメタトンにダメージを与えられるようになるよ。じゃあね。どうにかしてメタトンを後ろを向かせることができれば。ひっくり返す。メタトンに後ろに鏡があるよと伝えた。え、鏡？最終回だし、身だしなみは完璧にしないとな。ん、どこだ、見当たらないぞ。あ、僕のスイッチに触ったな。あー、メタトンが。Oh, yes.はあ、仕方ないな。僕のスイッチに触ったということは、僕の新しいボディを見たくて仕方ないんだね。まったくお行儀が悪いんだから。でも最愛僕も見せたくて仕方なくったよ。だから君には素敵なお礼をしてあげよう。君の最後を華やかに演出してあげるよ。メタトン EX のお披露目だ。ポーズを取る。ドローチック。かっこよくポーズを決めた観客をうなずいた。3、2、1、キュー。おお。おお、難しい難しい。メタトンだ。煽る。メタトンを煽ると、お前の攻撃なんか一発も当たるものか。メタトンのターン中、視聴率がじわじわ上がる。スリル、ロマンス、バイオレンス。スリル、ショック、サスペンス。いたたたたた。え、ちょっと。びちゃびちゃ。僕はみんなのアイドル。すごい難しいぞ。メタトンだ。寝返る。観客の方を向いて不敵な笑みを浮かべた。このターン中、観客は悪役の大バレに期待している。カメラに向かってスマイル。入った。メタトンだ。メタトン戦難しいんだ。だからビチャビチャがどんどん減っていく。突然ですがクイズです。頑張ってポチポチ入力してね。ザボタン、作文を書いてもらうよ。全部もうなんか、ちょっと待って。斬新すぎる。全部言葉数は少ないほど印象に残る。あ、メタトンは作文を大事にしまった。後で何かに使うらしい。今の作文で君のハートはみんなに伝わったよ。今度は僕のハートを見せてあげよう。あれだ。あれを打つんだ。
よいしょ。あーもらった、どんどんもらっちゃう、どんどんもらっちゃう。おお、メタ飛んだ。とりあえずポーズ取っとこう。かっこいいポーズを決めた。まだまだウォーミングアップさ。危ねえ危ねえ危ねえ。パン。よし、メタ飛んだ。ポーズ取ってけ。さて次はダンススキルを見せてもらおうかな。お、回る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 。おーおお、それどうしろと。痛いな、それ無理だろ。え、バイオレンス、やばい、びちゃびちゃが。グラマーバーガーで勝率アップ。グラマーバーガーを食べた観客に大きな HP が満タンになった。ついてこられる。それどうだってさ、白、え、まあ、びちゃびちゃだ。スピードアップ、3-2-1ドカーン。よいしょ、ノーダメージ、メタトーン、ポーズ取る。運が少なってきた。うん、メタトーンだ。かっこよくポーズを決めて観客はうなずいた。休憩入ります。うちはブラック企業じゃないからね。ハッピーブレイクタイム。あ、激しい激しい、メタトーンめっちゃ激しい。かっこよくポーズを決めた。君との距離感じるな。もっとハートとハートの付き合いをしようよ。あぶね。おらおらおら、頑張れ。よいしょよいしょよいしょ。あーボン、腕がー、メタトンの腕がー。かっこよくポーズを決めた。腕の1本や2本や3本、明日やれば大丈夫、余裕で勝てるぞ。あたたた、わわわわわ、ポーズ、まだまだ、やばい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 、あぶね、メタ飛んだ。サンデーサンデースポンサー作品、観客に大受けだ。ショーマストゴーオン。オラオラオラ、危ない、メタ飛んだ。ポーズ取ってけ。アクションバイオレンス、よいしょ、うわ、メタ飛んだ。ポーズ取ってけ。 3-2-1 アクション。そう、しつこいな。君はそんなに人間を滅ぼしたいの、それともとことん自分を信じてるってこと。あぶね、よいしょ、ポーズ、ああ立派だね。残念だけど君が僕どちらか倒れることになる。でもどちらが勝つかは君にも分かっているはずだ。さあスターの底力を見せてあげよう。あぶね、あぶね、よいしょ、なんか、バーン、あ、メタトンの足が、メタトンの足が、えらいことに。君は自分がスターだと思ってるの？君が人間たちを守れるの？おおおおお、よいしょ、そのハートのハートのハートとハートのハートとハートのハートとハートのぶつかり合い。メタトンの匂いがする。かっこよくポーズを決めた。当たるほかないと思うんだけど、それ、あーやばい、ハッシュパピー食べるしかない。犬の呪文が打ち消された。やばいやばいやばい、何がやばい、 HP がやばい。あー痛い痛い、やばいやばいやばい、回復がないよ。これは使えない。傷ついた体にムチ打ってかっこよくポーズを決めた。拍手が起きた。ちょっとすごい冷静、すごい冷静。
あぶねえ。おー、もう足りない。よいしょ、さあ最後決めるぞ。ポーズ。傷ついた体にかっこよい、体にムチ打ってかっこよいポーズを決めた。拍手が起きた。見て、視聴率がすごいことに、番組史上最高記録だ。それではここで視聴者からのお電話コーナー。ラッキーなファンとメタトンが電話でおしゃべり。僕が地上に行く前の最後のチャンスだよ。それでは早速お迎えしましょう。もしもし、お電話ありがとう。番組は今日で最終回です。コメントをどうぞ。あ、もしもし、メタトン。君の番組大好きだったよ。平凡な毎日だけど、テレビで君を見てるとこっちまで楽しくなれた。本当に今日で終わっちゃうの？寂しいよ、メタトン。な、ごめん、喋りすぎちゃった。はぁ、あ。あ、待って、ブルッチ。切れちゃいました。ではもう一人お呼びしましょう。メタトンの番組に元気をもらってました。メタトンの出ないテレビなんていらない。僕のメタトン色の心は悲しみのメタトン色に染まっています。みんなありがとう。とても嬉しいよねえ、子猫ちゃん。どうやら僕もう少しここにいた方が良さそうだ。人間にはスターやアイドルがたくさんいるけど、モンスターには僕しかいない。僕がいないと地底の世界は光を失ってしまう。誰にも埋められない穴が開いてしまう。だから地上デビューは延期するよ。それに思った以上に君は強いって分かったしね。この調子ならアズゴアの城を突破できるかも。君ならきっと人間たちを守れると思うな実際こうなってよかったのさ。実はこの姿だとエネルギーを大量に消費しちゃうんだ。だからもうすぐ僕のバッテリーは切れる。そしたら僕は、でもいいんだ、僕のことは心配しないで。君ならきっと最高のスターになれるさ。視聴者のみんなもありがとう。今日の主役はテレビの前の君たちだ。メタトーン。ああ、やっと鍵が開いた。二人とも大丈夫。嘘。メタトーン、しっかりして、メタトーン。メタトーン。よかった、バッテリーが切れただけみたい。メタトーン、あなたがいなくなったら私、まあ別にどうってことないけどね。だってロボットだから、もし壊れたっていつでも別のを作れるし。先に行ってて。ちょっと一人にして。おう、バッテリー切れだ。わかった。また、じゃあ先に行くよ。 HP ないけど。お、お待たせ。じゃあ行こっか。おう、 OK、 じゃあ行こう。もうまだ電話使えない。 OK、 電話出ないな。電話出ないのはいいよ。ちょっとビチャビチャをね、ビチャビチャを回収しておきたい。もうすぐアズゴア王とご対面だね。なんかちょっとドキドキするね。そうだね。これでやっとお家に帰れるね。そうだね。待って。なんでもない。元気でねって言いたかっただけ。ダメ、もうこれ以上は無理。私、嘘ついた。人間一人の魂だけじゃバリアを抜けられない。人間一人の魂と、モンスター一人の魂がないとダメなの。おう。だからあなたがお家に帰るには、あの人の魂を奪わないといけない。アズゴア王を殺さないといけないの。そんな。ごめんね。アイスハットに以外に振るわなかったこの腕を振るわなきゃいけないのか。アイスハットも殺してはいないけど、あれ判定微妙だなって思ってるけど、
エレベーター上がんなかったからセーフだと思ってるけれど、エレベーター長いの。ここまで来たか。来たか。この灰色の世界。エレベーター動いてない。この、ね、都に来てしまいましたね。このアンダーテールの物語、もうすぐ私のトラウママックスシーンがやってくるような気がするんですが、その前にもう一人戦わなきゃいけない相手がいる。そう、アズゴア王。アズゴア王との戦いには、さすがに、この腕を振るわないといけない。やってきました、ニューホーム。黄色い花がね、黄色の花だ、黄色の花だね。そうだね、燃えさしはまだ暖かい。アルバムとスクラップブックとお茶の入れ方の本だ。ガーデニングの道具のようだ。読書にぴったりの椅子だ。誰かが使っている形跡はない。わお。昔々、一人の人間が落ちてきました。怪我をした人間は大きな声で助けを呼びました。はい。排水溝には白い動物の毛が詰まっている。カタツムリの入った容器がたくさん並んでいる。蓋を開けた形跡はない。鍵を拾って携帯のキーホルダーに取り付けた。コンロは汚れていない。魔法で料理をしているのだろう。ゴミ箱だ。くしゃくしゃの紙くずがたくさん入っている。バタースコッチパイのレシピだ。書き置きだ。ハロー、食べたいものがあったらどうぞご自由に。その声を聞きつけたのは王様の息子アズリエルでした。アズリエルは人間をお城へ連れて帰りました。鍵が2ついるんだろうね。箱の中にハートのロケットが入っている。拾っとこうか。箱の中に古びたダガーが入っている。拾っときましょう。とても快適そうなベッドだ。横になったらもう起き上がれないかもしれない。黄色の花の絵だ。家族写真、みんな笑顔だ。横縞のシャツがたくさんある。ツインサイズのベッドだ。ほこりまみれのおもちゃだ。ずっともと書いてある。ロケットを装備した。黄色の花だ。黄色の花だ。金色の花だ。改装中。あ、ここが改装中になっている。今度やがてアズリエルと人間は兄弟のように仲良くなりました。王様と女王様は人間を我が子のように可愛がりました。地底の世界は希望に包まれました。鍵を拾って携帯のキーホルダーに取り付けた。これであそこの鍵を開けることができるだろう。黄色の花だ。いろいろあったけど自分はやっぱり自分だ。ね、いろいろあったね。アズゴアの日記だ。今日のページにはいい日だとだけ書いてある。インクはまだ乾ききっていない。ただの椅子だ。キングサイズのベッドだ。マカロニを貼り付けて作った花の絵だ。パパキングへ。洋服ダンスだ。サンタクロースのコスチュームが入っている。洋服が入っている。ローブ、ボタンのついたシャツ、ピンクの手編みセーターにはミスターパパと書いてある。トロフィーだ。98年度お花すりすりコンテスト優勝ペア。これはあのいつぞやのね、ラブラブワンコカップルが狙ってるやつ。さあ、そんなわけでいよいよモフモフ王とのモフウサ王とのご対面なわけですが、お時間がね。ところがある日、人間が重い病気にかかりました。おう。人間は最後に一つだけ願いを叶えてほしいと言いました。ふるさとの村の花畑を一目見たいと。しかし私たちにはどうすることもできませんでした。そして
その翌日、人間は息を引き取りました。悲しみに暮れたアズリエルは人間の魂を取り込み、凄まじい力を持つ存在へと姿を変えました。人間の魂の力でバリアを抜けたアズリエルは、亡骸を抱え夕日を浴びながら進んでいきました。人間たちの暮らす村を目指して。やがてアズリエルは村の中心にたどり着きました。そこには金色の花畑がありました。アズリエルはその上にそっと人間の亡骸を乗せてやりました。その時、突然甲高い悲鳴が響き渡りました。亡骸を抱えたアズリエルを村人たちが見つけ、彼が人間の子供を殺したと勘違いしたのです。村人たちは捨て身でアズリエルに襲いかかりました。アズリエルの体は何度も何度も人間の攻撃に打たれました。アズリエルにとって村人たちを滅ぼすのは造作もないことでした。それでもアズリエルは反撃しませんでした。人間の亡骸をしっかりと抱いて微笑みながらその場を立ち去ったのです。怪我を負ったアズリエルはなんとか家にたどり着きましたが、お城に入るなりばったりと倒れ込んでしまいました。アズリエルの体は塵となり、お城の庭に降り注ぎました。王国の民は悲しみに暮れました。王様と女王様は一晩のうちに二人の子供を亡くしたのです。人間たちはまたしてもモンスターから全てを奪いました。王様は決心しました。国民の苦しみを終わらせると、ここへ落ちてくる人間は誰一人生かしてはおかないと、七つの魂が手に入ればバリアを壊すことができる。もうすぐアズゴア王が私たちに希望をもたらす、解放してくれる、救ってくださる。さあ、あなたも笑顔になって、嬉しいでしょ、心が弾むでしょ。あなたはもうすぐ自由になる。エレベーターで最初のところに帰れます。では、今回ここまでにして、次回この最後の回廊を渡るところからやっていきたいと思います。それではありがとうございました。